はい、それではここからですね、その 3.4.1 項の商業列と余因子展開に入ります。教科書は87ページです。まず商業列ですね。実はこの授業では商業列を先に定義して導入しておきました。第2章で導入しておいたんですが、一応ここで出てきましたので、もう一回復習しますと、まあ、A からなんか R 行を適当に選んでくる。それから S 列選んできて、まあ、それらの選んできた行や列を成分とする行列をですね、A の商業列と言いました。で、ここでその商業列を使って、この余因子っていうのを定義します。定義は教科書の89ページにあります。まず、A をですね、N 次平方行列とします。で、ここでラージ A の IJ というのを次の商業列にするんですけれども、A の第1行以外と第J 列以外の列からなる、この N-1 行、N-1 列の行列です。商業列ですね。例えば、これ A の22って言いますと、A の第2行と第2列を除いて、このグレーの部分を除いて、この白い部分をこうくっつけたもの、行列。これを、まあ、A の第、すみませんね。名前を確認しましょう。第2要因子というふうに呼びます。あ、そうですね。あ、そして、第、ごめんなさい。これにさらにマイナス1 の, i プラス j 乗をかけて、あ、これの行列式ですね。これの行列式にマイナス1の i プラス j 乗をかけたものをチリダの aij と書いて a の ij 要因子と呼ぶことにします。ちょっとややこしいですね。だから、まず商業列を取ります。で次にその商業列の行列式を作り、計算します。そして最後に符号ですね。マイナス1の i プラス j 乗をかけます。これが、A の ij 要因子と呼ばれるものです。で、次の定理 3.18 というのが、その行列式の展開において、大事な方法の一つで、余因子展開と呼ばれる方法です。これは、P ですね。P を1から N の間で固定します。で、この各 P に関して、対して、次の性質が成り立ちます。A の行列式がですね、この A の PJ 成分と A の PJ 余因子の積の和で表されるというものです。で、これを A の第 P 行に関する余因子展開と呼びます。で、この計算は非常に大事な計算ですので、この春 C が終わるまでに、この皆さんこの要因子展開をできるようにしておいてください。多分演習の授業でも扱うはずです。で一応その証明をざっとやっておきます。まず、与えられた行列 A、行列 A の行列式はこういうふうにやっているとします。この時に、この第P 行に着目しまして、この P 行に関して、この A の行列式っていうのを、こういう形で分解していきます。これは、こういう分解ができるっていうのは、先ほど行列式の性質から出てきます。こんなふうに P 行に関して、第1列だけを入れて、他は0にしたもの。第2列をだけ入れて、他は0にしたもの。だから第 N 列だけ入れて、他に0にしたもの。こういう行列式の和に分解することができるんですね、まず。で、今度は、この第J 列に関して、この各行列式ですね、第J 列に関して、第 P 行以外の成分を全部ゼロにしてしまいます。例えば、ここですね、ここは第1列だけがありますので、この A の P1 っていうのを使ってですね、この第 P 行を、この他の行に、こう、定数倍して加えていくんですね。それで、こう、他の第1列の成分が全部0になるように、こう、加えていくと。例えば、A の P1 に何倍かすると、A で引く、A の1から引けば、ここが0になるというふうに、この第 P 行の定数倍を、こう、
他の行に加えていきます。ある行の定数場合を他の行に加えても行列式の値は変わらないという性質がここで使われています。で、次のステップでは、この各行列式において、その、第 P 行をですね、第1行にこう持ってきます。この第 P 行、この第 P 行を第1行に持ってきたいんですけれども、これどういうふうに持ってくるかっていうと、いっぺんに第1行と交換するわけではないんですね。そうすると、この上の方の、上下関係が崩れてしまうので、どうするかっていうと、まず第 P 行と第 P-1 行を交換する。それ第 P-1 行と第 P-2 行を交換するっていうふうに、くる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 、こう1行ずつ交換していって、最終的に第 P 行を第1行にこう全部持ってきてしまいます。そうすると、一回行を交換するとですね、行列式マイナス1倍になります。で、ここではその P マイナス1回こう行の交換が起きているので、マイナス1の P マイナス1はここにかかってきます。で、次のステップでは、このマイナス1の、べきですね、これをちょっと調整するんですけれども、マイナス1の2乗をかけて、ここのマイナス1のべきを P プラス1乗にしてしまいます。で、さらに、今度はその第 J 列ですね。ここ、この各行列式のこの、P2 とか P3 とか Pn までがあるこの列を、この第1列にこう持ってくるわけですね。で、これも、第 J 列と第 J-1 列、第 J-1 列、第 J-2 列っていうふうに、こう、J-1 回の列交換を行って、こんなふうに第 J 列を第1列にこう持ってきます。そうすると、これ見ていただくと分かるように、ここですね、この11成分をこう外に出して、行列式をこんなふうにこう小さくサイズの行列式にすることができるんですね。で、実はこの小さくなった行列式っていうのは、このマイナス1の何とか乗ってをかけたものが、実はこの A の P 行何列かのこう4因子になっているということが言えます。このようにして、この4因子と、それから A の P 行の成分との積の和で行列式を表すことができるというわけです。はい、多分そうですね、この性質としてはこの4因子展開のところが一番重要ですね。それで、次はその4因子積と呼ばれるものですけれども、一応この4因子積に関しては、こういう式が成り立っているんですが、i イコール j の場合は4因子展開と同じで、で、それ以外の場合は、その、A の第 J 行、第 I 行と同じ行で置き換えた行列に対して、それを4因子展開したものなので、その、なんでしょうね、同じ行、等しい行が2つあった時の、その行列式の4因子展開なので、0になるということです。ここではそんなに、深入りはしません。4因子展開をきちっとマスターしてほしいと思います。で、さらに、4因子行列というのが、定義できます。4因子行列がどういうものかというと、この、A、もともとの A という行列が与えられるときに、この A の、JI、IJ 成分をですね、この A の JI 4因子で、こう、埋めたものですね。これを A の4因子行列と呼びます。気をつけていただきたいのは、その、A の IJ 成分が A の JI 4因子っていうふうに、行と列のインデックスの逆転しているので、注意してください。で、この4因子行列で何が嬉しいかというと、この4因子行列からですね、逆行列が、A の逆行列が作れるっていうんですね。で、これは定理の3の20、教科書の92ページにありますけれども、これは A が元の行列で A のチリダが A の行因子行列。この積っていうのは実は A の行列式かける単位行列になるということがわかります。で、このことから言えることとして A の行列式が0でなければ
この A の4因子行列に A の行列式分の1をかけたものが A の逆行列に等しくなるということが言えます。はい、で最後はですね、これは定理3の21、教科書93ページなんですけれども、ファンデルモンドの行列式という、そういう特殊な行列式がありますということで、今回はちょっと深入りはしませんが、こういう行列式があるということを押さえておいてください。ここまでよろしいでしょうか。はい、ということで、第9回のまとめです。で今回は行列式の定義と展開について説明しました。で後半では行列式の性質について紹介をしてきました。で次回はこの行列式の発展ということで、この行列式を使って行ういろいろな計算について紹介したいと思います。まあ、具体的には固有多項式、から固有値固有ベクトル、からクラメールの公式といった計算法ですね。それから多重線形性と行列式といったこの行列式の意味に関する解説もしていきたいと思います。それでは今回の講義を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。